タッチパネル、生産終了という、ユーザーさんがいらっしゃいまして、後継機種がないということで弊社の方に相談がありまして、タッチパネルに置き換えることが弊社でできるかどうかというところから検討を始めまして、作業したという経緯がございます。お客様の方では、マイコンボードを使っておりまして、それとタッチパネルをつなぐっていうようなシステム構成になっておりまして、でそれに対して、プロトコル、ドライバーを開発変更するのが大変と、通信ドライバーも、特殊なものが多いですと。このユーザーの、場合ですと、特定の、タッチパネル用に用意されたドライバーで、それを簡単に、切り替えるということができないというところで、そのドライバーをそのまま使って、それで弊社の表示器とつなぎたいというところがございました。でそれに対して弊社の表示器ではいろいろとその通信ドライバーを作ったりもできるという機能がございますので、それで私の方で、通信ドライバーを、エミュレートしたようなものを、制作しまして、それで、お客様のマイコンボードとつなげられるようになったというところがあります。そのお客様の場合は、業種的に医療の関係の業種様で、そういう変更をしてしまうと、その変更分の、検証の作業であったりとか申請作業であったりとかというところが必要となりますので、そういったところをできるだけ抑えたいというようなことが、お客様の希望としてございました。なので、できる可能な限り変更点を少なくと、パーツレベルでの変更箇所が少ないということであれば、再試験の部分も少なく、ある程度簡素化できるというふうにも思いますので、タッチパネルのみで吸収できるようにというところが、今回の提供の時に頑張ったところになります。他社さんからのリクエストで、例えば段ボールに対して、ラベル印字をするようなものであったり、そういう特殊なプロトコルを作ったこともございますし、そういった形で、弊社の強みのところを生かして、いろんな機器とつなぐっていうようなことは、過去やったことはございます。特に置き換えということになりますと、弊社の商品の知識だけではなくて、以前お使いになられた商品の特性であったりだとか仕様であったりといったところを、こちらの方でも十分に把握しないと置き換えがスムーズにいかないので、そのあたりの調査は徹底的に行って、機能を削らずにお客様に合ったものをご提供できるというところが、私どものチームの強みではないかなと思います。でそれがお客様トータルとして見たときに、少ない構想で部品を交換できるのかと、長期供給お客様の方もされるので、その既存のものがあって、それプラス弊社のものと併用で動かしたりすることもあるので、その辺まで客様がやりたいことを我々が実現するという形で、十分に聞き取って、でそれでお客様が説明できてない部分をプロフェッショナルとして汲み取ってお客様に提案するっていうようなところができるように心がけております。